世界に広まった波紋は収まる気配がない。現地6月4日に行われたテニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦で起きた前代未聞の騒動だ。ことの発端となったのは、マリーブズコワ、サラソリベストルも、チェコ・スペイン、組と対戦した加藤美優、ザイマックスの行動だった。アルディー・ラスーチャディ、インドネシア。 と組んだ29歳の日本人は第2セットの第5ゲームに相手コート側へ軽くボールを打ち込むしかし打球がサービス用のボールを相手ペアに渡そうとスタンバイしていたボールガールを直撃してしまったのだ当初主審は加藤に対して警告を出しただけだったが泣きじゃくる少女を目の当たりにした相手ペアが必要に抗議事態を収めるべくスーパーバイザーも登場し 主審と競技を重ねた結果、加藤への裁定は失格に変更。試合の中止に加え、女子ダブルスの賞金とツアーのポイントの没収が言い渡された。後に罰金を課された事実も明らかとなった。それゆえに加藤には多くの OB たちやメディアから同情の声が相次いだ一方で、スポーツマンシップを書いた相手ペアには非難の声が殺到した。とりわけ試合中に失格でしょ。 わざとじゃない彼女は泣いているじゃない。とまくし立てたソリベストルモは一時的に SNS の封鎖を強いられるほどのバッシングの嵐となった。そうした中、加藤は海外のテニス専門サイト、クレイのインタビューで、審判とスーパーバイザーが私に話しかけて、ボールキッズが少年だったら大丈夫だっただろうと言いました。また、 少女が15分以上泣き続けたので決断を下さなければならなかった。5分後に泣き止んでいれば全ては大丈夫だっただろうとも説明していました。と告白。スーパーバイザーたちと交わした会話の内容を公表したのである。この新事実が明らかになり、ソリベストルモの母国メディアも早速反応している。スペインの母国サイト EL ディベートフは大会側による失格処分について、 加藤の返球は何の威力もなかった。それだけに処分は日本人には不釣り合いであった、と指摘。その上で批判を受け続けた26歳のスペイン人プレイヤーについて、この状況での態度を厳しく批判されたソリベストルモは、加藤とは全く会話をしていないようだ。彼女は相手、加藤、に制裁を受けさせるようなことは何もしておらず、ただボールガールの状態を心配していただけだ、と論じた。 まだまだ余波を広げている加藤の失格問題。7月5日に女子ダブルスが開幕するウィンブルドン、英国ロンドン、でも、両ペアの動向は注目を集めそうだ。新しい解説。彼女は相手、加藤、に制裁を受けさせるようなことは何もしておらず、ただボールガールの状態を心配していただけだ、と論じた。この感覚理解できないな、何もしておらず、となぜ言い切れるのか。 大人のアスリートが発した言動、行動でどう周囲に影響が波及するか、世界に拡散されている実際の映像を見れば子供でもわかるはずですよね。いかがに文化が違うとは言え同じ人間としてありえない感覚。ソリベストルモが、まさかこういう事態に発展するとは想定外だった。申し訳ないことをしたなら話はわかる。 ここ数日の記事見てると、避難の矛先逃れをし合ってる感があって、非常に不愉快だ。審判の判断もさることながらやはり、相手チームのありえない効果の方が問題。どう考えても、相手チームのことに対しての抗議はおかしいでしょう。しかも、試合を中断してまでの必要な抗議。失格は相手チームに出すべきでした。しかも、その後のしてやったりの笑いは何度見ても腹が立ちますよね。 事態を収束させるなら制裁を取り消すか相手チームに対しても同じ制裁を加えるべき新しい解説。ゲームではビデオ判定が頻繁に活用される。ルールはルールと言ってしまえばおしまいだが、そのルールをより正しく運用するためにもビデオを活用した方がいいのでは最も気になるのは加藤がボールガールに放った球の強さだと思う。 失格かどうかというより判定基準が曖昧なのが何より問題。ボールパーソンが男だったらとか、5分で泣きやんでたら大丈夫だったろうとか、世界大会でそんないい加減な基準で試合されたらプレイする側はたまったもんじゃない。それこそ恣意的にというか、八百長まがいの真似だってできてしまうのではないか。新しい解説。失格させるために一度出た判定に必要に抗議して、 見てもいないのに出血したと虚偽の申告をして、かわいそうだと言いながら一回も少女のところにも行かなかった。さらに講義後二人で北疎園でされた。地元メディアは、スペインのスポーツマンシップとは、勝つためにはどんなに卑怯な行為をしても恥ずかしくない、ものなのだと言っているになどしい。新しい解説。もし、逆の立場で加藤が必要に抗議をしていた方だとしたら、 このスーパーバイザーの発言があったとしても、我々日本人なら反スポーツマンシップの加藤も悪いと思いますよね。それがあれだけ執拗に抗議をし、薄ら笑いさえ浮かべていたのに問題なしとは。もしこの発言をスペイン人だけが認めるなら、今後スペインとの取引を、また世界中の人もそう思うなら、我々日本人は新たな気持ちで他国の人と接しなければ問題が起こりそうですね。 子供だから問題視したのかと思いきや、少年なら泣かないという意味なのか、泣いた長さが問題なのか、処分の根拠がない。そもそも、泣くという行為自体が感情表現の一つに過ぎず、何か特別なもののように捉えることが異常。近頃の先進国では、ポリコレ、旋風が吹き荒れて、事情自爆に陥っているように見える。規定に沿わずに何か処分しなければ、なんてのはナンセンス。 新しい解説。ナダルの超高速フォアハンドリターンを審判台のブラインドから方に直撃を受けた女子は、泣かずに笑顔で対応していた。ボールパーソンが男子だったら、というスーパーバイザー、レフェリーの発言は多くの女子のボールパーソンに対してかなりの比例だと思う。また、一連の詳細な映像があるのかわからないけど、色い々ろいろな映像を見る限りでは、 今回のボールパーソンもボールが当たった直後から泣き始めたわけではないと思うのだけどな。相手ペアが自分を餌に猛抗議を始めたことで泣き始め、運営側まで出てきて大ごとになっていること、当然世界に配信されることへの不安やずっとコートに立たされ続けたことで泣き続けることになってしまった。加藤への警告は至極妥当だとは思うけど、失格、ポイント賞金没収。 罰金に至った原因は相手ペアの必要な抗議であることは間違いないし、その判断を下した運営側にあるのだから、大いに議論されるべきだと思う。新しい解説。海外に行くと感じるが、白人社会でのアジア系というより、有色人種に向けられる視線。今回の件は、アジアペアだからということはすごく感じる。今回のペアの片一方が白人であれば、 かなりの確率でこうしたことは起こらなかったと思われる。その最大の理由は、スーパーバイザーの判断が行われた後の、相手選手の反応。やったという彼女らのアクションは、チーム白人としての予測通りの結果が手に入ったという反応。テニスというスポーツの成り立ちや今までの流れも影響していると思う。このチェコ、スペインペアはボールが当たった時、二人で話していて、 全く反対側を見ていた。どんな状況か見ていないまま必要に抗議したということ。なぜ、そうしたかは、相手チームが反則になって、自分たちが勝利を手にしたかったから。審判も冷静、公平に判断できなかったということ。